六本木ヒルズモリタワーヒルズ族とは2000年代に六本木ヒルズモリタワーに本社を置く企業群の代表者たちまた六本木ヒルズ内の住宅棟である高級マンションの六本木ヒルズレジデンスに住む住人を示していた IT ベンチャーや投資ファンドの関係者が多く含まれていた六本木ヒルズで働く人をもこう表現することがあった住居棟である 六本木ヒルズレジデンスには著名人が数多く居住し、またオフィス棟である六本木ヒルズ森タワーには IT ベンチャー企業が相次いでオフィスを設けた。これらの企業の経営者たちは若くして成功したこと等でマスコミなどに注目されるようになった。ヒルズはアントレプレナーの聖地となり、各界の著名人が織りなすセレブ文化の発信地でもあった。 六本木ヒルズを構成する住宅施設として六本木ヒルズの開業と同じく2003年4月に完成した集合住宅である。住宅建物には地上43階、地下2階建てのツインタワーである B 棟、C 棟をはじめ A 棟、D 棟とゲートタワーがあり、倉庫数は793個となっている。デザインは主に g にデザインパートナーズによるギャラリーホワイト、 ギャラリーウォールナット、混乱ンンパートナーズが担当。賃貸物件では1平米あたりの月額賃料相場が1万円程度と高額であり、ここに住む芸能人や企業経営者らをヒルズ族と呼んでもてはやす傾向も見られた。一方、この地では再開発前に約500世帯が暮らしていたことから、六本木ヒルズレジデンスの10個のうち約250個は、 地権者が入居している。また、完成時には、レジデンス4棟、計793個のうち、約4割が旧地権者の所有であった。会社が、森タワーにあった人物、六本木ヒルズレジデンス C 棟、六本木ヒルズレジデンス賃貸情報。2014年2月26日閲覧、エビー・ヤサハラ・ケ六本木ヒルズっ子の夕焼け小焼け。 日経マガジンナ、no. ンバーワン032011年11月ありがとうございます。